一体誰がそんなものをロッカーに保管しているの？こんにちは、ウォッチモジュジャパンへようこそ。今日はストレージウォーズで人々が買った信じられないものトップ10をご紹介します。 Retail something new like this, you could probably get $900, but as is used, and I mean there's no vest, I would say at the most maybe $400。今回はストレージウォーズで紹介された奇妙で面白くバカげた商品を見ていきます。このリストにはストレージウォーズシリーズの全ての作品が含まれています。では行きましょう。So when do you think this is from? So I'm thinking since the material that it's made out was around the depression time, so I'm thinking late 20s, early 30s. Okay. It's called Bakelite, wow. And it was a popular material that they made things out of. It was like a new discovery. 第10位、チキングラス。Today we're off to Palmdale, California to visit a guy named Mike who's a chicken rancher out here, and he's going to give me an idea what these chicken glasses I found are actually worth. Chicken glass って知っていますか？私たちは知りませんでした。 Here they are. これは20世紀初頭に大量生産されたもので、鳥のつつき合いや共食いを防ぐためのものでした。実際70年代初頭まで使われていたそうで、今では貴重なコレクターズアイテムとなっています。バリーは自分のロッカーの中に3組のペアを見つけ、とても奇妙な、しかし驚くほどイケてるチキンカーで鑑定を受けに行きました。だってバリーですから。専門家はおよそ60年前のものでまだ機能していると推理し、3組とも500ドルという驚くべき高額査定に。500 bucks? That's great! I had a couple of clucks, and I made a few bucks. 第9位。巨大クリスタル。 You wanna get paid? お金を稼ぐためにはお金を使わなければならないという言葉があります。レネは大金を使いました。あるエピソードでは3つのロッカーに7100ドルを支払っています。馬鹿げているように思えますが、実は宝の山であったことが証明されました。 I mean this is all Italian, which is awesome. Oh wow, the same design and everything. Murano Rosaline Pink。レネはイタリア製のガラス製品や家具をたくさん見つけましたが、さらに200ポンドもあるという巨大な2つのクリスタルを箱から取り出しました。少し大げさな気もしますが、ググって計算した結果、レネはこの2つのクリスタルを控えめに見積もって2万5000ドルと評価しました。 I can't be right. What? This is 26 inches. It has to point, which is important. There's one at 16 inches, which is half of the size, 60 pounds. This is twice the size, 200 poundsfifteen thousand dollars. That's that for half. 25,000 dollarsのクリスタルをリサイクルショップで買う人なんているのかと思うでしょうが、ここにいるんです。That's another 22,500. Unbelievable. I am good. Hey. 第8位、メディカルブリーダー。Well, this is what I was talking about. This is what I found, and I'm a little curious to see if that is what we think it is. ダレルが購入したロッカーには、フォグマシンとレコード盤が入っているだけのハズレのように思えました。しかし彼が奇妙なオルゴールのようなものを見つけると、全てが変わります。それは1800年代半ばに作られた古い医療用のブリーダーだったのです。It is definitely a bleeder. They call these scarificators. 血液、黄炭汁、黒炭汁、炭の4つの体液のバランスを取るために、体から血液を採取することを目的としたものでした。古い医療のナンセンスさは好きじゃない。幸運なことにこのブリーダーは貴重な歴史的作品とみなされており、ロッカーに支払った金額の2倍にあたる500ドルの値がつきました。This is a piece of history. Absolutely. 第7位、ヴィンテージ電池。この番組を見た後は自分でも収納ロッカーをひっくり返してみたくなるかもしれません。しかし、いや人間の歯が出てくるかもしれないと気づくでしょう。Gross. ブランディとジャロットは人間ボーリングをした後、歯でいっぱいの小さな書類棚を見つけましたが、これはこの番組で発見された最も恐ろしいものの一つです。歯を歯科医院に持って行ったところ、その歯は1920年代後半に作られたろうの入れ歯であることが分かりました。Basically what they would do with these is take these old teeth and they would just mount them with wax and that's how they'd make dentures. 残念ながら年代ものの入れ歯にはあまり価値がなく、コレクション全体で300ドルの価値しかありませんでした。I might get more than that just putting these under my pillow. What do I? My kids get like $5 a tooth right now. Tooth fairy's a lot more generous. 第6位、ブローニーメモラビア。We stole this unit for $50. How could we not make money? ブランディとジャロットはたった50ドルでロッカーを手に入れました。しかし彼らには何が入っているのか分かりませんでした。工具やロブスターの網など雑多なものを見つけた後、ジャロットは巨大なマイリトルポニーのぬいぐるみを発見し、ブランディはロッカーの持ち主がマイリトルポニーのファンであることを推測しました。さらにプラスチック製の巨大な容器に入ったマイリトルポニーのフィギュアを発見し、この鑑定を依頼しました。
ぬいぐるみを含めたコレクション全体の価値は875ドルと意外に高かったのです。マイリトルポニーにこんなに価値があるなんて思いもよりませんでした。 Thanks, Johnny. That was a fantastic appraisal. 第5位、エルビスの新聞。Hi, I'm Joseph Coretta. I'm an avid Elvis collector and I've been collecting Elvis Presley memorabilia since 1962. I specialize in the period of the 1970s. エルビス・プレスリーの大ファンは必見、もしくは貴重な新聞の収集家も注目です。ダレルは大きなリスクを冒して750ドルを支払い、膨大な量の古新聞を買い、それがエルビスの死を告げるメンフィスプレスの特別版であることを知りました。専門家の意見を聞きたくてデイブはエルビスのコレクターのところに古新聞の山を持っていきました。彼はデイブの新聞はメンフィスプレスのオリジナル復刻版とコマーシャルアピールのオリジナル号が混在していると言います。それぞれの新聞には5ドルから10ドルの価値がついており、合計で4万5000ドルから9万ドル相当のヴィンテージ新聞が手に入ったことになりますね。エルビスには相当な価値があるんです。すごいわ。Wow. I mean, I'm starting to feel a little warm and flush here just hearing those numbers. 第4位、不気味な木の頭。倉庫のロッカーには何が入っているか分かりません。バリーは箱の中から歯の生えた顎が飛び出しているのを見ただけで1525ドルでロッカーを購入しました。You can only see somebody's mouth that's open with teeth and that's all you can see. But I want it. さらに調べてみるとその顎は入れ歯、ガラスの目玉、後頭部に窓のようなものがある巨大な木製の頭でした。There's a whole scene going on in this guy's head. This is something real special. この不気味な頭、これはマイク・メドウというカリフォルニアのアーティストが作ったアート作品であることを発見しました。画廊がこの作品に6000ドルの値をつけると想定しましたが、バリーは代わりに自分のコレクションとして持っておくことに。Typical Barry. Thanks for bringing it around. I enjoyed seeing it. Buddy. I'll see you later. 第3位、包丁マシン。What the hell is that? 家具を査定した後、デイブは箱を漁り始め、2つのシリコン製のチブサのようなものを発見しました。I think anything that might have to do with boobs, we have to investigate a little farther. 授乳器具か何かだと思って査定してもらったところ、実は古い包茎マシンだとのこと。この機械は包茎手術に代わる安価な方法として使われていましたが、実際には効果がなかったようです。この機械は通常900ドルで販売されていますが、デイブのものは中古で状態も良くなかったため400ドルの値がつきました。 I'm not sure what you're going to do with these. You're going to try to sell these? Are they expensive? I mean, people still sell them a lot online. And women, you'll be surprised what women will do for a pair of nice breasts. 売るのではなく保管して楽しんでもらうことにしました。怖いもの知らずのお医者さんの登場です。 Okay, you can do whatever you want behind closed doors. Here you go. Thank you, doctor, for your time. 第2位、核爆発用ロッカー。核の目視録に備えて計画を立てておくのはいいことです。万が一お金持ちの人たちがいるバンカーに入れてもらえなかった場合に備えて、普通の人はもちろんストレージロッカーに避難。 Wait a minute. Oh yeah. Bang! That's what I'm talking about. マイクはストレージウォーズニューヨークで見つけたこのロッカーの中に500ドルのジッポライター、1100ドルのガスマスク、2000ドルの人工呼吸器など大量の防災用品を発見しました。最終的にマイクは3500ドル以上の防災用品を手にしたことになります。核戦争が起こった時は彼のところに行きましょう。 Ready for the nuclear fallout? Doing a hustle, baby. Yeah, come on. 1位の発表の前に最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。第1位、人骨。I'm often asked what is the strangest thing I've ever found, and I would have to say that this is the strangest thing I've ever found in a storage unit. そう、これはストレージウォーズ史上最も不気味な発見だと言えます。ケースを開けたデイブは人間の頭蓋骨と様々な骨を発見しました。Hopefully it's not an unsolved mystery or anything like that. 怖いもの見たさで骨を専門家に鑑定してもらうことに。How would I know that this wasn't just some person that didn't like his wife or and just kind of made a nice little box to put her in? 専門家はこの骨は医療用に使われていたもので専門的に洗浄され、ナイロン紐を含む様々な金具が取り付けられていたと述べています。結局この骨のコレクションは1670ドルと評価されました。これで人間の骨の価値が分かったでしょう。お墓は掘っちゃダメですよ。My pleasure. It's been a pleasure.
and an education. ストレージウォーズからテータラインに一気に変わってしまいました。皆さんはどう思いますか？コメントをお待ちしています。こちらの動画もぜひご覧ください。